さあそれじゃあですね方言ニュースいってみましょうか。今日の担当は上地和夫さんです。はいこんにちは。はいこんにちは。はいお願いします。<laughs> はい。挨拶を終了。動画 <laughs>、はい、中は必ずお待ちください。さて中野新和市の二十一日。旧暦内南久命中野三和市の十六日なあたとびん。と中琉球新報の記事から内南のニュースをうちでさびら中のニュースを。 ハブ交渉過去最低でのニュースやいびんゆでなびら県内でハブにかまれる交渉被害が去年は45件となりデータがある過去60年間で最低だったことが県の調べで分かりました県内でうちなうてハブにくうらってハブんかいうたって祈願芸さるう 苦情四十五件あって。このデータ価値資金のある。くうりまでの六十人のええだなかい。もっとん。ヒクサタン。イキラさん。イキラサタン。でいることが。県の調べからわかりいたん。千九百六十年代には。年間五百件を超えることもありましたが。近年は。五十件から六十件。 前後で推移しており死亡者は2000年以来出ていません、えー、1960年でハブンカイウタリー氏の年間にに500件アマイルクトゥンアイビーたちが近年はクノーグルク国の50件から60件ビケージあって、えー、死亡者マーチャル庁 2000年からや自出ていません県衛生環境研究所によりますと1967年の549件をピークに減少傾向が続き1990年代には200人を割るようになり2001年には初めて100人を切りました。 えー、県衛生環境研究所の話,話,、えー、話に言うね1967年の549件がトン大在ぎいたしがこの後から市霊に生き来なり死ぬ地域、えー、地域をい1990年代ね202年間ごととなり2001年ね初めて100人 血やびたん1人にみちゃびらんたん死亡人数は60年間で53人に上りますが1999年に一人亡くなったのが最後となっていますただし筋肉が癒しするなど深刻な後遺症に 悩まされることもあるということです、えー、死亡人数う破分解をたってマー,マーシミソーチャル長この60人の枝に53人ウイビー氏が1999年に注意マーシミソーチャー氏が最後最後とあとウイビーただし、えー、ヤイビー氏がこの筋肉にこの腐りいる いならん農作業中の被害が特に多いことから被害が減った背景について県衛生環境研究所は農業従事者の減少を指摘しました都市開発の進行や警察や消防自治体住民による 防除対策が効果をもたらしていることも挙げていますこのハブンケウタリーシアハルワジャソウル土地にハルシクチソウル土地にうさたることからオヌゲイの日向市について県衛生環境研究所農業上事社ハルサハルサの日向有意にち一応委員都市開発の振興ハタキンモ セーキュリティ開発し町チトナイイまた警察消防自治体住民がハブフシジュルティダンがバチチョンジイチョイビン一方県役務生活衛生課はハブ交渉注意報を例年通り5月1日から6月30日まで発令しますその上で 減ってははいるるが一定数の被害はある引き続き県民や観光客に注意を呼びかけたいとしていますの一方で県役務生活衛生課やこのハブの交渉を注意報をハブン会キーチキリンジンの知,る、えー、知らせクリマリドイイチモノトイゴンゴワチの1日から6月30日までフリージャサビン ウィ、えートウティハブムキガンヒナテウシガンシンイ人数の飢餓やアイビークトクリカランチジキティ県民観光着ャクや友人指掛けヤビラにちそういびんハブ交渉過去最低限のニュースんじゃる19日の琉球新報の記事からうちてサビタンまたアチャヨシデヤビラにへいでビル はい、どうもありがとうございました。えー、今日の担当は上地和夫さんでした。